富士は、日本の政治家、民主党所属、元参議院議員、民主党参議院国会対策委員長などを歴任。愛称は、池さん、長野県基礎群大桑村生まれ。1968年長野県、松本深志高等学校卒業。1972年、早稲田大学理工学部卒業、本田技研工業に入社。 本田技議権道道組合委員長、前本田労老連会長、自動車総連中央執行委員、自動車総連副会長を経て、2001年の第19回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区から出馬し、初当選。2007年、体調不良により辞任した鈴木博士の公認として、政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員長を就任。 2010年9月、菅大一次改造内閣で、国土交通副大臣に任命され、菅大二次改造内閣まで務める。2011年9月、民主党企業団体対策委員長に就任。2012年1月、参議院東日本大震災、復興特別委員長に就任。二千十二年六月、国土交通大臣に就任した、羽田一郎の後任として、 参議院国会対策委員長に就任した。2013年の第23回参議院議員、通常選挙には出馬せず、自動車総連は後継として、急き鉄事を擁立、当選させた。2013年1月30日に、中国海軍のフリゲート艦が、海上自衛隊の護衛艦に対して、下記完成レーダーを照射した事件について、 夕刊富士の2013年2月7日付の記事にて、池口修司による自民党の隠蔽体質を疑うという発言と合わせて、民主党の海江田万里代表は6日、事案発生から公表まで期間が空いたことを、どういう理由で遅れたのか、正さないといけないと発言。同党の池口修司参院国対委員長も、記者会見で隠蔽体質を疑うと政府を批判したが、 中国を増長させたのは、実は、民主党の弱腰対応ではないのか。民主党の18番であるブーメランが、また炸裂したのかもしれないと報道され、同様のレーダー照射事件が民主党政権時代にも、複数回あったことが、朝日新聞の2013年2月6日付勇刊一面で、 東、シナ海での中国軍による自衛隊への射撃用レーダー照射が野田政権が2012年9月に尖閣諸島を国有化する前にもあったことが分かったと報道され日本経済新聞の2013年2月7日付長官で当時の野田義彦首相や岡田克也副総理らは日中関係を悪化させたくないとの判断で公表を避けたと関係者は見ると報道された ありがとうございます。